アンブロワズ、ポール・トゥ・サン・ジュール・バレリーは、フランスの詩人、小説家、評論家。多岐にわたる旺盛な著作活動によってフランス第三、共和制を代表する知性と称される。1871年、地中海沿岸のエロー県の港町セットに生まれる。父バルテレミーは、コルシカ島、バスティア生まれの税管理で、祖先は、コルシカ島の船乗り。母ファニーは、トリエステ生まれで、 この町駐在のイタリア領事の霊場だった。5歳でドミニクハ修道学校に入学。7歳でセットの初等学校入学。11歳で高等科に進学。少年期は読書を好んだ。1884年にモンペリエに移住指導地のリセに入学。祖父のような船乗りに憧れたが、父の反対と数学が増えてなために挫折した。 またしばしば母方の郷里ジェノバでの滞在を楽しんだ。この頃から文学に関心を持ち始めしを書き始める。1887年3月、東バルテレミー死去。1888年、モンペリエ大学法学部入学。ポーやボードレールの詩に熱中した。それから、象徴主義、高等派の詩人たちを知り、1889年頃、 ユイスマンスの坂島を単独し、そこに引用されていたベルレーヌ、ランボーやマラルメの未カの詩、エロディアードの断片に見せられる。18歳の時に書いた詩、夢を兄がマルセイユの雑誌、レビューマリタイム詩に送り初めて作品が掲載され、続いてクーリーエリーブル詩に送ったソネット・ガツノデが掲載された。この年、志願兵として、 モンペリエ風評第122連帯で1年間兵役に就く。1890年5月、モンペリエ大学創立600年記念祝賀で、パリからやってきた詩人ピエール・ルイスと知り合い進行を深める。ルイスは、バレリーとの文通の中で、マラルメのエロディアードの詩を30行ほどを書き送り、バレリーを感激させる。12月、ルイスを通して、アンドレジットと知り合い、 修正その友情関係を結ぶ。またこの頃、マラルメに手紙を書き送り、返事をもらっている。1891年頃、試作が活発になり、ルイスが、ジット、レオンブルム、アンリド・レニエなどと同入し、ラコンクを発行する際に誘いを受け、総監号に、ナルシス・カタルを投稿する。他に、エルミタージ、ラ・シランクス氏からも求められて、詩や論文を寄稿。 ナルシス・カタルは、日刊誌、デバで激賞された。大学を卒業すると文学で身を立てようとパリに出て、ルイスの誘いで、マラルメの毎週火曜の集まりに参加する。1892年9月から11月、母方の親戚の住むジェノバに滞在した。この頃詩人としての才能を疑い、文学的な営みに対して激しい嫌悪を抱くに、至ったバレリーは、 次第に文学から遠ざかった。そして片思いの連母など雑多な思考を切り捨て、知性のみを崇拝することを決意した。この決意は、ジェノバ滞在中の記録的な嵐があった晩と同時期とされるため、ジェノバの夜と呼ばれている。そして1894年から、海へと呼ばれる公表を前提としない施策の記録を綴り始め、その量は膨大な量となった。 1895年に評論、レオナルド・ダ・ヴィンチの方法序説を発表。1896年に小説、テスト師トの夜会を発表の後、会への活動を基軸とした20年に及ぶ文学的沈黙期に入る。1896年にロンドンに滞在した際に、マラルメから紹介されていた詩人のウィリアム・ヘンリーと会い、その主催している雑誌。 ザニューレビューに載ったドイツ産業のイギリスへの圧迫に関する論文について哲学的結論をフランス語で書いてほしいと依頼され当時方法について関心を持っていたことからドイツ的制覇を執筆し1897年に掲載されたこれは1915年にフランスの雑誌に再録され1924年に方法的制覇と解体されて刊行された この論文では、ドイツ、イタリア、日本などの後発の国家の繁栄の方法について述べており、後の数軸国を示唆していたとも言われる。魂とダンス、ユイスマンスの勧めで1897年から1900年まで陸軍商法兵隊に勤務。1898年には、マラルメの死に大きな悲しみを抱いた。1900年に、女流画家ベルト、モリゾの命、 ジャニー・ゴビアールと結婚。また、バス通信社のエドワール・ルベイ社長の施設秘書となり、生計を立てるようになる。1913年に、ジットに壊れて、旧作の詩をまとめる傍らで、若きパルクその後いくつかの詩を書き、1917年4月、若きパルクを NRF 市場で発表し、一躍名声を勝ち得る。また、海辺の墓地では、当時12音綴りに比べて、 人気の下がっていた、重節音を用いたり、各節六行という詩形を用いたりしており、1920年に NRF より観光されて高い評価を得た。1921年には、コネッサンス市で現代7大詩人に選出。1922年、魅枠発表。1919年に、ロンドンの週刊誌、アシニーアム氏に第一の手紙及び、 第2の手紙と題するヨーロッパの精神史について英文で発表。このフランス語原文が NRF 紙関東に掲載された際に精神の危機の表題が付けられた。1922年11月15日に中立ヒ大学で行われた精神の危機と題された講演は有名となり、1924年に精神の危機が評論集バリエテ1に収録された際に、 公園の抜粋が茎として組み込まれた。このチューリッヒでバレリーはリルケと会うことを期待していたが、リルケの金作の都合でかなわず、バレリーに果物かごを差し入れをした。1923年にイギリス、ベルギー、スペイン、イタリアに招かれて公園を行う。その後もヨーロッパ各地の公園に招かれ、多くの発表した文集が刊行、翻訳された。 1924年にアナトール・フランスの死去により公認としてフランスペンクラブの会長となり翌年にはアカデミー・フランセーズ会員に選出されるフランス・ポール・ゴビアーがポール・バレリー夫人と息子・クロード1928年ジュネーブでの国際連盟知的協力会議の議長を務める中国の作家先生成が1928年に パリで我が母原稿を書いた時には、バレリーが序文を書いて、出版社を紹介した。1930年、パリで開催されたギリシャ独立100年祭で、ギリシャから勲章を贈られる。1931年、パリで開催された国際ペンクラブ大会議長を務め、またオペラ座にて、アルティュール・オネゲル作曲のアンフィオンには、彼の名前が冠せられている。 ちなみに8歳年上の兄ジュールは、同大学法学部教授であり、後に総長となっている。ルノワール、ドガラとの信仰もあった。日本では、アルベルト・アインシュタインの相対性理論を、いち早く理解した詩人として知られるようになった。小林秀夫役、テスト氏が、早くから読まれ、堀口大学、月下の一軍は、関東に、バレリーの歌六編を訳出し、 文学雑行観光時には、バレリー宛に検本、書簡のやり取りをしている。戦前より、佐藤正明、川森義三、吉田健一らが訳し、創業間もない地馬書房で、全集観光を開始したが、一度目は選曲の悪化で、二度目は戦後の出版事情で未完となった。バレリー全集は1960年代に、佐藤正明、 鈴木慎太郎らの編集により出版完結、新相版、造補版も刊行された。21世紀に入り清水徹や常川国よらによる新訳が刊行された。堀達夫の中編小説、風立ちぬ冒頭に、堀自身が訳した、バレリーの詩、海辺の墓地の一節、風立ちぬ、いざ行き目やも、が引用されており、また、小説の題名にも使われている。 アンフィオン公演1891から93年の作品を収めた旧市長、長編誌、若きパルク、1917から22年の作品を収めた魅惑があり、これらをまとめたポール・バレリー誌集が1929年に刊行された。会へ、文学などのアフォリズム集、バリエテは各種辞表、公演筆記他の小文で編集され5冊刊行。 全集、作品集、編集、ハット ABC つねかわ海大、役中、ハット ABC 鈴木慎太郎役、バレリー集、岩波文庫1968年、ノミネーションデータベースザノミネーションデータベースフォーザ、ノーベルプライズインリテラチは、1901から1950堀口大学役、バレリー文学論、角川文庫1955年、役者後書き旧役は、 レオナルド・ダ・ヴィンチ・ロン、菅野秋正、佐藤正明、清水徹、村松強し役、バレリー論は、私の、本の世界、中井久夫コレクションに収録、ちくま学芸文庫、2013年、バリエテ全役版は、人文書院、全2巻、1966年。また、バリエテ語が、私の見るところ、佐藤正明、寺田徹役、旧役版は、 吉田健一役、ドガについて、畜麻書房、1977年。所役は、精神の政治学も含め戦前間畜麻書房、ポール・バレリー全集は、1942年から1947年、1950年から1951年にかけ、2度にわたり未完結でと絶。バレリー全集は3度目の正直で、 初版1967年から1968年5月に全12巻で一旦完結。1971年10月に補刊を刊行。1973年から1974年に新装版全13冊が刊。1977年から1979年に再び想定を改めた増補版が補刊1を加え。 全14冊で刊行された、法政大学出版局、総称ウニベルシタス2008年、新装版2015年。ありがとうございます。